さあ続いて7号車はカースポット桐生のおすすめ車です。ご紹介いただきますのはユーカーレンジャーブルーの堀米さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回の車ですが、どんな車を選んでくれたんでしょうか。はい、今回おすすめするお車ですが、インプレッサスポーツをご紹介いたします。インプレッサスポーツということですね。グレードはこれどんなグレードになるんでしょうか。はい、 2.0ISi サイズです。はい、 2.0ISi サイズ、はい、アイサイト搭載の1台ということなんですが、まずは、評価書を、ね、ご紹介いただきたいです。こちらの評価をいただいてどうぞ。内装星3つ、外装星2つ半、総合評価で4点です。ちょうどね、堀米さん真ん中ですね。はい、総合評価4点というふうにいただいてるお車でございます。では、このインプレッサスポーツじっくりと見ていきたいというふうに思うんですけれども、はい、堀米さん、グレード 2.0 の IS ということでご紹介をいただきましたけれども、まあ、IS と言いますと専用の装備が、ね、たくさんあったというふうに思うんですが、どんな装備があるんでしょうか。はい、ファイラスター塗装の17インチアルミホイール、はい、これアルミは17インチそうですね、はい、クリアビューパック、セット内容とするとフロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、撥水加工フロントドアガイ、これがクリアビューパックです、ね、そうです。はい、アルミパッド付きスポーツペダル、運転席8ウェイパワーシート、サイドスポイラーが専用装備です、はい、これが IS の、まあ、専用装備ということですね、はい、で堀米さんがおすすめするポイント、この車どんなポイントでしょうか。はい、ポイントは3つあります、はい、3つですね。まず1つ目ですが、インプレッサに共通していることですが、フロントリアドアの形状です、はい、まずフロントドアですが、A ピラーを傾斜させることにより乗っている方とフロントガラスの間に適度な距離が確保されています。傾斜をすることに伴いフロントドアに三角窓が内蔵され、視界性能も確保されています。では山田さん、運転席に座ってみてください。その時にフロントの A ピラー付近を目視してみてください。はい、では座ってみたいと思いますけれども、まあ、ピラーというとね、まあ、車にはこう欠かせない、ものということにもちろんなりますけど、まあ、車の例えばねじれとかね、まあ、天井と車体をこう、まあ、つなぐ役割をこのピラーというのがあるんです。ここが A ピラーというのがあるんですよね。座りました。さあ前方を見ますと、まずフロントガラスのところはね、もちろん目視で非常に、ね、見やすいんです。このピラーのところですね、今私運転席に乗ってますので、ちょっと助手席の方を見てみたいと思うんですけども、こうパッと見た時にですね、この窓、まあ、小さい窓があることによって全体がこう見渡せるというね。もっと言うと、これも180度ぐらいですか。そうですね。の視界はこう、まあ、少し首を振るとね、確保できるということで、小さい窓があることによってですね、例えばカーブですよね。はい。左に、まあ、運転手が左にカーブする、右にカーブするといったときに、この窓がですね、まあ、視界確保にすごく有効的に、ね、はい、まあ、使えます。まあ、イコールこれ安全面にもつながっていくんじゃないですか。そんな感じですよね。そうですね。はい、はい、気づいていただいててよかったです。はい、それと今度2つ目ですね、はい、おすすめポイントですが、車に乗り込んだ時に感じてもらったかなと思いますが、乗り込みのしやすさです、はい、サイドシル部分を低くし、着座位置のヒップポイントを高くしてありますので、乗る人全ての乗り降りがしやすくなっています。サイドシルというところがここですね。そうですね、はい、ここは低いんです、はい、ながらも、まあ、ヒップポイント、着座位置はやや高めの設定ということで、はい、まあ、スッと座った時にです、ね、まあ、前方それから左右の視界本当にね、はい、見やすい位置に設定してありますので、何気なく私乗ってましたけど、はい、はい、後席は後で乗っていただきたいと思いますが、はい、3つ目のポイントを先に言わせてください、はい、それは装備の充実さです、はい、純正ハードディスク内、バックカメラ ETC 本革シートです、はい、ハードディスクのカーナビゲーション、バックカメラ、それから ETC、まあ、レザーシートですね、非常にその他の、まあ、豪華装備も満載ということなんですね、さあそれでは堀米さん、おすすめの最後ポイント残ってましたが、はい、後席の乗り降りをちょっと確認をしてみたいと、いうふうに思いますね、はい、ちょっとね、この後席のポイントはまずどんなところでしょうか。
まずドアの開口部が広くなっているということですね、はい、開口部が広いということですね、はいはい、それとポイントをもう一つとしますと、はい、ここの切りかけの部分が大きく取られてますので、はい、体をぶつけることなく乗り換えがしやすくなってます。なるほど、はい、じゃあちょっと実際乗ってみたいと思います、はい、まあ、運転席も、ね、乗りやすかったんですけど、はい、さあ後席はと言いますか、はい、まあ、すんなりともちろん乗れますけど、はい、あの堀山さんに言われた通りここの部分です、ね、はい、この角度、はい、形状が、はい、まあ、頭をこう、ね、ちょっとかがめるという、ね、車もありますけど、まあ、そういうことなくです、ね、はい、乗り込めますので、まあ、もちろんこれ降りる時もそうなんですけどね、非常にこの辺は、ね、まあ、考えられた作りで、まあ、インプレッサスポーツでも、まあ、後ろも、ね、しっかりとこう後部座席の人もです、ね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね、はい、やっぱり後ろの人もね、乗る場合はやっぱりドライブをするときは快適さというのが ね、 そうですね、ね、重要になってくると思います、はい、これはポイントが高いんじゃないのかなと思いますね、はい、では車の詳細も教えてください、はい、平成24年式、距離はおよそ2万1000キロです。車検は27年9月までついております。ではこの7号車インプレッサのスポーツですね、 2.0IS アイサキ、ズバリお値段をお願いします。消費税込み224万6400円です。なお諸費用およびリサイクル料金は別途申し受けます。7号車は24年式インプレッサスポーツ 2.0IS アイサイト AWD-CVT の一覧です。お値段は224万6400円ということで、堀山さんからご紹介をいただきましたけれども、はい、まあ、の専用装備並びに豪華装備ですね、はい、充実の1台なんですけれども、何かこの車を買う際には特別なプレゼントを堀山さんお願いしたいと思います、はい、今回ですが、はい、何かつけるものっていうのは困ってしまうぐらい豪華装備な1台ですので、はい、お客様に選んでいただきたいと思いますので、はい、オプションチケットを5万円分お付けさせてもらいます、はい、ということで今日明日ですね、はい、ご制約の方に限りですねオプションチケット5万円分をプレゼントいたします。小山さんありがとうございました。ありがとうございました。7号車は24年式インプレッサスポーツ 2.0IS アイサイト AWD-CVT の1台です。お値段は224万6400円です。詳しくは0277-54-6848カースポット桐生までお問い合わせください。ということでおすすめ車ご紹介いただきましたけれども、まあ、その他にもたくさんね車がありますので、はい、ちょっと見てもいいでしょうか、はいはい、それでは行ってきます。